皆さんこんにちは、今日から3ノートレフトハンドボイシングっていうのをしていきたいと思うんですけど、前まではガイドトーンボイシングって言って左手の、2つの腕を押さえるっていうのだったんですけど、今日からそれに1つ音を足して3ノートレフトハンドボイシングっていう風にしていきたいと思います。でそれが終わったら、まずメジャーからやっていきたいと思うんですけど、その3ノートが終わったら4ノートレフトハンドボイシングっていうのをします。それが終わったらもう左手の、セッションで使えるようなボイシングっていうのはだいたいいけると思いますので、もちろんガイドトーンだけでもいけますけども、4ノートレフトハンドボイシングをすることでいろいろテンションとかも自分でこう変形させて入れれるようになっていくような感じだと思います。ただちょっと私も早いテンポになると全然左手のボイシング弾けないことが分かったので、一緒に練習していけたらなっていうふうに思っています。今日から3ノートレフトハンドボイシングというのをします。少し違いについてお話ししたいと思います。こちらの方がガイドトーンボイシング、今までしてきたのなんですけども、377337っていうふうに進んでいたのを、これ一つ音が足されて379で7313379っていう風に、一番上の音がこう足されています。割と単純な動きなので、同じ音でミーミーっていう風に進んでレーっていう音に解決するので分かりやすいかなっていう風に思います。それから2番の73、これトーン記号なんですけど、733773って進む進行の音が、735が足されます。で379が足されて、735っていう風になります。これもララソーっていうようなとても分かりやすい、音の並びになっているので割と弾きやすいと思います。それでは今日はこちらの、379から始まる3ノートレフトハンドボイシングのサークルオブフィフスでやっていきます。それでは3ノートレフトハンドボイシングをサークルオブフィフスで今日は弾いていきます。テンポは80で1小節ずつで379、
今日のおまけなんですけども、今日は先生につくメリットとか、先生の探し方とかを、お伝えしたいと思います。で、まず私は、先生を選ぶのにすごく苦労して、で、大学卒業してもう20年前なんですけど、先生につきたいと思ったけど、当時はインターネットとかはそんなに載せてない先生の方が多くって、で、まあ、たまたま、ジャズ理論とかの講座に行ったりとか、まあ、習いに行ったりとかもしたんですけど、だいたい数回で全然ダメだなとか、もう先生の前で弾くのとかが嫌だからもうやめたりとかっていうことをした経験があります。で、やっぱりジャズっていうジャンルは元から聞くのは好きだったので、本当にスタンダードなジャズしか分からなかったんですけど、ビル・エヴァンスとかキース・ジャレットとか、オスカー・ピーターソンとか、まあ、本当に有名どころの人とかはなんか憧れだったので、いつかなんかそういうちょっとおしゃれな和音を弾けるようになったらぐらいだったんですけど、で、まあそんな感じでした。で、最近インターネットの環境が整ってきたし、YouTube でも先生の演奏を聴けたり、またライブスケジュールとかだいたい載せてる人が多くなったので、その人の実際の演奏を聞くことができるし、まあ、その人がレッスンしてるかどうかっていうことが分かるようになってきたので、探しやすくなったと思います。でも、まあ、前ついてた先生はすごく素晴らしい先生だったんですけども、全然知らなくって、ただなんか先生があるところで講座開いてたので、講座というかレッスン開いてて、そんなところでレッスンする人だったらすごいだろうなと思って、まあ、また先生の経歴とかを見て音楽理論とか詳しいっていうことも分かってたので、なんかその先生に習いたいなって思って、前の先生は習いました。今回は YouTube で演奏がいいなって思う先生にお願いしました。なのでやっぱり先生の演奏っていうのが全てだと思うので、まあ、クラシックもそうなんですけど、私今までもう卒業してからのことなんですけど、先生の演奏が素晴らしいなって思うような先生にお願いして習ってきたので、やっぱりそういう先生の言うことっていうのは、まあ、100% こう信じれるし、まあ、自分はちょっと違うかなって、自分はこういうふうに弾くけどなって思ったとしても、でもその先生はこういうふうに考えてるから素晴らしいんだなって、自分とは違うけどすごいなって思うので、まあ、まあジャズは分からないですけど、ジャズもやっぱりいいなと、演奏がいいなって、こういうふうに弾けるようになりたいなって思うような人にお願いするのがいいかなっていうふうに思います。教え方とかっていうよりか、まあそれはついてから分かることなので、教え方っていうのがあんまりにも分かりにくかったら、全然理論とかじゃなくて感覚で弾いてるとかいう人も、あんまりいないと思うんですけど、いたとしたら、変えたらいいし、まあ、自分に合うものって違うと思うんです。耳コピーをひたすらしてって言われて、そんなことはできないってもうなって、合わないって思う人もいるし、耳コピーいっぱいしてって言われて耳コピーが得意な人もいるし、だからついてみないと本当にわからない。で、自分が何が得意かっていうことが ある程度分かったら、そっちの道で先生選んだらいいかなっていうふうに思います。で、今オンラインで教えてもらってるんですけども、オンラインのデメリットっていうのは、先生が前は先生のお宅に行ってたので、先生がベースラインを弾いてくださって、それに合わせて私が、アドリブを弾くとかいうことができたので、それがすごい良かったんですけど、まあ、オンラインだとそれはできない、ただ、アイリアルプロっていうアプリに合わせて弾いて聴いてもらうっていうことをよくしているので、それさえあれば別にベース音は流しとけばいいので、まあ、大丈夫です今のところ。で、まあいいところは、リアルにやっぱり接すると緊張するんですね。で、毎回アドリブを聞いてもらうのが嫌で恥ずかしい。で、
アドリブを聞いてもらいたくないなとか、今日全然できてないからどうしようとか、あのそこの現地まで行って1時間かけて行って、なんかすごい辛い思いしてとぼとぼ帰るんですけど、それが嫌だとか、そういうのはあのオンラインはないです。はい。で、今レッスンをしてもらってて、だいたい先生に10個ぐらいこう質問することを考えて、で先生に答えてもらうっていう形式でレッスンしてもらってるんですけど、それは私が勝手にあのそういう風にしてるんですけど、まあ、あの初めはもう本当に独学でして、であの煮詰まってきたら先生に習うっていうのが本当におすすめだなっていう風に思います。なのでコードボイシングワークブックやったりとか、なんかもうそんなにいっぱい本とかは必要ないとは思うんですけど、ちょっと黒本を買って黒本のアドリブを弾いてみるとか、あの耳コピーしてみる、でああちょっと自分では解決できないことがあの増えてきたなって思ったら、でまたセッションに参加したいっていう風になったら、あの先生に習いに行ったらいいんじゃないかなっていう風に思います。なので自分が練習してそれをあの疑問に思ったことを見てもらうとか、足りないところを補ってもらうっていう風なあのアドバイスしてもらうレッスンが、あの全部任せるのではなくて、先生が、こういう風に練習してくださいとか、先生が課題これをじゃあ耳コピしてねっていう風にするレッスンもあると思うんですけど、あのそれだとやっぱりあの自分の好きなジャズっていうのがわからないままだと思うので、まあ自分がやりたいようにやるっていうのが一番いいかなっていうふうに思います。はい、ではありがとうございました。